はい、どうも皆さん、こんにちは、シアンです。皆さんは、マリオカートで好きなコースって言ったら何がありますか？はい。多分ですね、このワインの中では、このラバロードが一番人気らしいので、今回はこの4レースを、やっていきたいと思います。はい、第1レース目は、ラバロードというところです。なんかすごいなぁ、やっぱり。やっぱりなんかそこら中からナイアガラの滝が流れてるように見えるなぁ。はい、やっていきましょう。このラバっていうのは溶岩という意味らしいので、マグマとどう違うのかはちょっとよくわからないんですけど、はい、はい、とりあえずこうトランポリンで、じゃあ、おー、危ない。ちょっとすいません。いきなりちょっと、このコースを走るというのは、いきなり樹海に足を踏み入れるのと同じような行為らしいので。よいしょ。うわぁ。いきなりこれが出るか。いきなりちょっとこんな運気に呪われてしまった。危ない。ちょっと、人の、俺の不運をちょっと他の人に分けてあげるという、ちょっと苦しみはみんなで分かち合おう精神でいこう。すごい、ウーフ、おーほほほー、みたいな、なんか。ドンキーがすごい情緒不安定でしたね、今。ちょっと前はカロンか、ちょっとすでにこのラバロードによって焼却されてしまった人が、ちょっと2位かな。とりあえずこれ端っこら辺からこうジャンプ。よいしょ、オッケー。後ろ誰もいないし。ちょっとなんでだ。ちょっと振り返ったら誰もいないっていう、このホラー的要素やめて。ホラー的な要素が組み込まれているのも、このワインの特徴らしいな、なんか。とりあえず、ここで後ろに投げたら当たりそうだからな。ちょ、怖い、よし。これ、アップ。バナナがちょっと私を見て、みたいな感じで、ちょうど目線ぴったりだったな、今。ちょっとこれ、危なくなったらジャンプアクションはしない方がいいんですよ。はい。下手にジャンプアクションしてしまうと、ちょっと方向転換が効かなくなってしまうのでね。ここでちょっとこの辺りで、ちょ、斜め25度ぐらいのとこで、ジャンパー。よし。飛来心が、ちょっと背景と同化してて、ちょ、透明人間が爆発したように見えたな、今。こう来て、よいしょ。なかなか今んとこいいぞ。じゃあ、落ちないようにしましょう、もう。落ちないというのを目標にやっていきます。ここでちょっと餅つきを楽しんでいるドッスンが一番これ厄介なんですよ。はい。もうこのコースドッスンさえなければどんだけ楽かと。ちょっとドンキーコングが自分の肌の強さを確かめにマグマに入っていったな、今。危なかった。落ちませんって言って落ちたらそれは話や違うぞって言われそう。よいしょ、ああ。やっぱりこの餅つきドッスンが、ちょっとなんかこれもう道路工事のドリルとかで、ゴロゴロにしたいな。ちょっと、この辺りに置いとこう。ここが一番問題なんですよ。よし、オッケー。斜め25度ぐらいでできました。ここで。よいしょ。よっこらちょっとオッケー。かなり単独行動を楽しんでいっております、現在。すごいな、これは。ちょっとかなり、なんか投稿スピードが速い班長だな、これ。ちょっと、後ろの1年生とかがついていけない、この班長の自由な行動。ちょっと、集団投稿って毎回思うんですけど、全然集団になってませんよね。自分とかそうだったんですよ。班長を寄り道して、班長のいない集団投稿だったんですよ。毎回。はい、やりました。2位は相変わらず、焼却されたまんまらしいです。それでは、あと3レース、やっていきたいと思います。はい、第2レース目は、ベイサイドブールバールというところです。なんか、濁点だらけですね、これ。はい。ちょっと濁点大好きな制作者が、ちょっとネーミングをしたのかもしれません。やっていきましょう。これ、ブールバールじゃなくて、プールパールにしたら、すごい、
かリッチなステージに見えるのに、なぜそんななんか豚みたいな名前になったのだろうか。これはどっちだ、こっちかな。なんかすごい周り上の旗が運動会やってたな今。なんかショッピングに入りました。ちょっとすごいですねこれは。こんなところで買い物中の客がいたら一気に引かれますよねこんな。とりあえずこの木のコア持っとくか。ちょっとトゲゾウ用に、あの青い平井神様のため用にちょっと置いときましょう。よー怖いなこれ。ここはココナッツモールみたいなコースですね。誰も来ていないけど、やはり皆さんはショッピングを楽しんでいるみたいだ。はい。なぜか俺一人だけレースをして、他の人はすごい、ショッピングを楽しんでいっております。ちょっと、カロンの場合は、ちょっとなんか、魚を探しに、はい。ちょっと絶対これ魚にされて、売られた骨だけが走ってますよね、これ。よし行きました。トゲゾウ回避、なんか10ヶ月ぶりにできました。ちょっと今びっくりました、はい。ちょっと俺でもまだトゲゾウ回避できたんだと、ちょ内心すごい感動します。なんかすごいです。これ、おお、なんかマリオカート7がありますね。ちょっとマリオカート7買ったってやーみたいな感じの。よいしょ。なぜ今大阪弁になったのか。はい。なんか物売るってなったら大阪弁になっちゃうな。買ったってやとか、なんか買ってくれたら大きにみたいな。でもそんなに大阪の人って大きに大きに言いませんからね。はい。現に俺は大阪ですけど、そんな大きにって言いませんから。はい。基本言うのは京都の人なんで。はい。ちょっとなんか大阪弁は絶対になんか大きに言いそうって思われるんですけど、京都の方がよく言いますから。とりあえずこうだ。よし。おい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 、危なかった。今赤い、なんかだるまが飛んできたな。ちょっと前になんかトヨタの自動車工場みたいな、なんか工場があります。いやー、ちょっとすいません。むせてしまいました。やりました。オッケーです。今んとこ全部1位ですね。はい。それでは、あと2レース、やっていきたいと思います。はい、第3レース目は、トロイサーキット2013というところです。トロかったらダメだろう、これサーキットで。これサーキットでトロかったらダメだと思うんだけどな。まあ、ちょっとやっていきましょう。その、トロトロサーキットで走ってたら、ちょっと、なんか、観客、すぐ帰りますよね。そんな、ちょっと待って待って待って。ちょっと待って、登れない、ちょっと待って。待って。登らせてくれ。お願いだ。頼む。登らせてくれ。そんなトランポリンしたくないんですよ、自分。ちょっと待って。どうしよう。OK。よっしゃ。ちょっとすごい楽しかった。今ちょっと楽しかったな。おい。ちょっとあんな、すごい何ジャンプしたんだ今。すごいしたぞ。なんか誰か道頓堀に落ちていきましたね。よいしょ。おお、すごい、おお、なんか、え？あ、ここは雨宿りにちょうどいいかもしれない。雨宿りするときにちょうど、キノコが守ってくれそう。おい。この辺で使おう。よし。4位はどこだ？とりあえず、おわぁ。横断歩道の青いバージョンがいっぱい敷かれてるな。お。なんか一気に1位になったけど、他の人どこ行ったんだ？他の人は一体どこへ？お、ちょっと、あれ？ちょっとこれは、うわーってなって欲しかったな。どう行けばいいんだ？どう行けばいいんだ、こっから。とりあえずこう行きましょうか。よいしょ。なんか、すごい英語で書かれてるんでよくわからないんですけど、なんか前にキャサリンが落ちかけている絵がありましたね。あれキャプチャーしたんでしょうか。
ちょっとなぜそんな落ちかけの写真を提供したのか。すごい低空飛行している飛行船があったな、今。花ちゃんがこんなところ、餌を求めて旅立ってるんですけど、ちょっと怖い怖い怖い。あ、ダッシュボードに、ぜひダッシュ、おー、邪魔だこれ。この緑コーラがなかったら、スリスリしなくてよかったのにな。運動会開催されてます、相変わらず。すごいな、このコース面白いな。やってしまった。これ後ろに落ちよっかな、もう。その方が早い気がしてきました。あー、こっからか。ちょっと、もっかいなんかあのトランポリンを楽しみたかったという。ちょ、おい、邪魔。あのカノンは一周遅れかな。ちょっと、ここ結構、すごい水だらけだから、すごい元気はつらつで、よいしょ。こうだ。よし。この、また落ちた。ちょっとここのコースは、キノコに乗るのが難しいですね。はい、それさえなんか、攻略すれば、まあ簡単っぽいんですけど、一気に砂漠地帯に入るという、気候変動の激しい、ステージですね、ここは。じゃあ、そろそろやりました。ちょっとヨッシーにすごいかわいそうなことをしてしまったな、今。ちょっと、せっかく走ってた6位を、緑コーラで粉砕するという、はい。じゃあ、あと1レースやっていきましょう。これ60ポイントいけるかもしれません。はい、やっていきましょう。サンシャインウェイというところです。なんか土管が動いてたんですけど、今。はい。これなぜどうなのかという。なんか銅メダルの雷雲がありましたね、今。なんだろう、もしかしたらこの、コース1位取った人は、あのトロフィーがもらえんのかな?ただし1位取っても銅メダルという。ちょっと、金という資産が、資源がもう、今、少なくなってきているから、ちょっと資源大切にというのをモットーに作ったのかもしれないな。銅の方が、地球環境に優しいみたいな。この辺りでアイテム取ろう。よし。クッパ JR がいます。ちょっとなんか JR 西日本の社長さんがいますね。とりあえずここでキノコ使おう。よいしょ。ワルイージを落として、おぉワルイージを落とそうと思ったらちょっと、カーブが効きませんでしたね。ちょっと雪道をなんか高速で走ってドリフトしている車みたいな感じに。おえぇ、ここのところはちょっと難しいですね、なんか。アウトインアウトの法則を使った方がいいかもしれないな。曲がれないんですけど。曲がれないな、これ。ここ、あのタンクトップゴリラさん、もう死亡率大ですね、これ。怖いですよ、ここ。よくこんなコースをカートで走ってはる、あの人。ちょっと、邪魔。ドンキーコングのタックルが。ドンキーコング、どんだけ俺のマシンをオートバックス行きにしたいんだ、あいつ。逆に吊り下げられない。よいしょ。こうでオッケー。なんかすごい、なんかセンターピポットみたいな、なんか木の配置の仕方が、すごいセンターピポットだな、これ。ちょっと特急列車に乗っていかないと、これやばいんで、ちょっと乗りましょうか。ちょ、変なとこで切らないでください。ちょっと、かなりなんか駅にうまいこと止まれなかった列車でしたね、今。ちょっとなんか駅のちょっと手前で止まってしまったという。また出ました。あんまり、なんか信用できない JR です。11位でした。さっきのコースの終わりに、これ60ポイントいけるかもしれませんよって言って、11位で終わるという、このオチは素晴らしいですね。はい。じゃあ、ちょっと面白かったんですけど、今回はここで終わります。ご視聴ありがとうございました。さよなら。チャンネル登録をすると、僕の動画がアップされた時に、探す時間をかけずに、瞬時に見ることができます。肝心の登録方法は、
パソコンで見ている方は画面上に出てるこのチャンネル登録というボタンを押してください。で、スマートフォン、タブレットで見ている方はこの動画タイトル下のチャンネル登録と書いてある赤またはグレーのボタンを押していただければできるんで、ぜひよろしくお願いいたします。